ちは。11月9日木曜日、今週の花だより、今週もですね、鹿児島市内産業道路沿いにあります奄美の里チャンダフルールからお届けします。もう皆さんワクワクが止まりませんよ。見てください、たくさん入りました。ずーっと奥まで、はい、今週もですね、いろんなお花が入荷しているので、シャキシャキ紹介していこうかと思います。まずは、なんといっても、どうします？じゃん！エッグタルトですよ。はい、群馬佐藤園芸さんのエッグタルトが入りました。実はですね、アントワネットとアントワネットソアレ、あとクレールドニュンヌも入荷してるんですけど、あ、ヌーベルバーグもですね。アントワネットは第一便はご予約で完売ですね。で、ニュンヌとソアレがあとちょこっとあるかな。はい、後でご紹介できるかと思います。はい、あとこちらがですね、ラピスラズリです。もう本当にこの、なんて言うんですかね、この色合いがすごくないですか？この微妙なグラデーションがもう本当に可愛いですよね。限定入荷ですからね、皆さん急いで来てくださいね、明日。はい、お問い合わせもお待ちしてます。はい、で次にですね、アンティークビオラのフロステッドチョコレート。実はこれはですね、種がもう廃盤になってて、生産者さんがですね、今持ってる分をちょっとずつ出すっていう、どこまで続くかなって、去年も多分知らせしたかと思うんですけども、本当にどんどん少なくなっていくのでですね、もうでもなんでこれがなくなっちゃうんだろうっていうぐらい可愛い、もうフロステッドチョコレート、チョコレート色のですね、グラデーションも可愛い、ビオラも入荷してますので、まだあともう少しありますから、気になる方はお早めにお問い合わせください。シェールブリエもですね、いろんなグラデーションのお花が入荷してますね。綺麗なのが入ってますので、気になる方はぜひお早めにお問い合わせくださいね。イベリスが来始めましたよ。エンジェルベール。生産者さんの選抜で綺麗にドーム状に茂るイベリスなんですけど、綺麗なのが入ってます。多年草で毎年で、もう今から寒い時期もですね、寄せ植えにも花壇でも、どちらでも長く持つイベリス大好きなお花です。マイナス20度でも大丈夫ってすごくないです。原種のシクラメンがですね、いろいろ入荷してます。ちょっともう葉っぱが面白い形のからですね、もうお花もこれに咲いてくれるので可愛いですよね。原種のシクラメンってお花の形もちょっと違ったりしてるので、はい、いろいろお好きな、リーフとしても楽しめるし、お花も楽しめる。もちろん寒さに強くて毎年ですね、どっちかっていうと暑さが嫌いなので、で球根で毎年ですね、原種のシクラメンも入荷してます。姫ヒイラギ、もう今からクリスマスシーズンには欠かせないですけど、このすっごいこの緑と赤のコントラストが可愛いんですけど、この赤い実は偽物です。皆さん気をつけてくださいね。騙されちゃいけませんよ。はい、これはクリスマスの飾りで、ちょっとですね、生産者さんが遊び心でつけてくれてるボンボンですね。はい、飾りでついてます。シクラメンのですね、ボンボニエールと、あとこちらがシャインレッドですね。綺麗なガーデンシクラメン軽井沢のですね、綺麗なのが入荷してます。もう寄せ植えにも大人気ですね。こっちのですね、ボンボニエールって、ちょっと画像じゃ伝わらないかしら。ちょっとですね、ピカピカした感じの赤なんですよ。もうとっても綺麗で、白がシャパシャパッと入るので余計明るく見えて可愛いですよね。軽井沢の綺麗なシクラメンが入荷してます。はい、次に寄せ植えにも大人気のですね、ロータスブリムストーン。もう新芽の黄色がとっても可愛いリーフですけど、これは寒さがですね、あんまり霜雪が強いと新芽がちょっと煮えることがあるので気をつけてくださいね。でもこの明るい色の葉っぱが寄せ植えに大人気ですね。はい、で次にちょっと観葉1個いきましょう。ペペロミオイデスですね。ピレアのペペロミオイデス。お部屋の中の明るいところでですね、楽しむとこの丸い葉っぱがどんどん出てきて、とても可愛い観葉植物、ずっと品切れてたんですけど、久々の入荷です。次にですね、寄せ植えに人気といえば、白大菊のですね、シルバーダストのニュールック、大葉の方ですね。普通の白大菊のはちょっとギザギザギザという切り込みが深いんですけど、これはですね、丸葉でちょっと大きくなるタイプ。はい、でも冬になるとともにですね、この葉っぱが白くなって、とっても綺麗なので、綺麗な白タイも入荷し始めました。エリカのセシリフローラ、このグリーンの花がとっても可愛いというですね、セシリフローラのちょっとコンパクトタイプ、今までちょっと大きいのばっかりだったので、これはちっちゃい寄せ植えにも使える小ぶりタイプですね。綺麗なのが入荷してます。初恋草のスカイハート。もうこのブルーがすごくないです？ほら。ね、もう初恋草っていう名前も可愛いですけど、このブルーがなかなかお花にはない青ですよね。もうちょっと涼しくなってくる頃にこのブルーの葉っぱと白のスキッとした葉っぱと寄せ植えするとですね、とっても綺麗なの で初恋草も多年草で毎年ですね、さっきのエリカも一緒ですけど、花木で毎年お庭でも鉢植えでもどちらでもいけるので多年草ですね、綺麗な木になっていきますね。久々のフランネルフラワーですね、エンジェルスター、
これもですね、この白いお花が次々咲いてくれて、多年草で毎年です。フランネルフラワーはですね、ちょっとこの白い産毛が生えた葉っぱってこう高温多湿に弱いっていうお話ししたの覚えてますか？なので湿気の多い暑さが嫌いなんですよ。なので今からの時期はですね、よく日の当たるところで育てやすくなりますね。暑さに弱い植物なので。こんな繊細な感じですけど、日はどんどん当たった方が良くて、で多年草ですね。毎年楽しめます。次にですね、もう本当に珍しいお花です。クリスマスローズとですね、ネリネダイヤモンドリリーでおなじみのですね、横山園芸さんから原種の推薦なんですよ。ナルキッススビリディフローラって言ったりもするんですけど、推薦なんですよ。皆さん見てください。このグリーンのお花。ナルキッススビリディフロールス。ちょっと舌を噛みそうでゆっくり読んでみました。でもなんかこの不思議な感じのお花、グリーンのお花ってなんかこう心惹かれますよね。なのでちょっと珍しい限定品だったので入れてみまして、横山園芸さんのですね、もちろん推薦なので球根で毎年です。なんかこう華やかさはないんですけど、なんとも言えないこの神秘的な雰囲気が惹かれて入れましたけど、これも限定品です。なんか気になる方は、っていう方はぜひお問い合わせくださいね。原種の推薦なんですよ、これでも。今からの時期の寄せ植えにスキミアはもう欠かせないですよね。このつぼみの状態がですね、本当に長く持つんですよ。で、これ白いお花がポッと開いてくれるんですけど、できたら寄せ植えとかした時にですね、お花が次々咲き進まない方が植え込みしやすいんですね。なのでこれ春先までずっとこのつぼみが持ってくれて、暖かくなるとこれがポッポッポッと咲いてくれて、このリーフも楽しめたりですね、このつぼみの状態がとっても可愛いスキミアちゃんです。はい、多年草で毎年で、なんとこれはですね、半日陰でも持つんですよ。なので、ちょっと日当たりが悪いところの寄せ植えの芯としても使えるし、そのままお庭に植えて花木としても使えるというお利口さんですね、スキミアが入荷してます。ポインセチアのロゼマーブル、プリンセチアの方の仲間ですね、色違いで3年ぐらい前ですかね、新しく出たんですけど、このグラデーションがとっても綺麗なロゼマーブルっていうですね、優しい色合いのポインセチアの仲間ですね。はい。綺麗なのが入荷してます。これはですね、霜よけすれば毎年ですね、多年草でいけます。綺麗なロゼマーブルが入荷してますね。はい、あとは先ほどもお伝えしたスキミアの赤ですね。ちょっとさっきよりも小ぶりタイプ。花月、お金のなる木って昔言われたんですけど、今の方は知らないかも。おじいちゃんおばあちゃんとかの世代だとですね、この新芽が出るところにこう五円玉を乗せといて、そこからこう新芽が間から出ると五円玉がここになってるみたいに見えて、お金の木って言ってよくお金もついたまま市場にも出てたんですよ、よく。はい、今ではもうそんなことしないですけどね。お花が咲く方のタイプの花月ですね。風のなる木、花月って言うんですけど、はい、多年草で毎年です。霜よきを避ければ毎年楽しめますね。はい、縁起物の木です。アネモネが入り始めました。まだ暑いからですね、お花がちょっとちっちゃめです。本来はですね、大輪になるんですけど、暑さのせいでちょっと花がまた小ぶりです。ただアネモネはもう球根で毎年いけるので、もうこのままでですね、寄せ植えとかにしても花壇植えでもどちらでもいいですね。アネモネのオーロラ、八重咲きが入荷してますね。DJ ビオラ。DJ ビオラはですね、何がいいのかって、このまま見てると普通のビオラとは全然変わらない感じなんですけど、もうこんもりですね、この写真でわかりますかね。ドーム状に綺麗に茂るんですよ。YouTube やっちゃんねるさんとかだと、もうこんなになりますよっていう画像があると思うので、ぜひ見てみてくださいね。すごい綺麗にドーム状に茂ってくれる DJ ビオラ。品切れてたのが入荷してます。こちらと他の色も全色、はい、来てますので、しまった、売り切れてたからっていう方は、ぜひお早めにお越しください。Kプランツさんのグレイッシュケール。はい、ハボタンとかと同じ扱いで寄せ植えに使うんですけど、スモーキーな感じの色合いなんですよ。ケールってお野菜の仲間の改良種で葉っぱを楽しむタイプなんですけど、これは寄せ植え用ですね。食べる方じゃなくて、なんとも渋色の葉っぱをハボタンみたいな使い方しますね。寄せ植えとかで。はい。渋色のが綺麗なのが入荷してます。プラティーナの売り切れてたクッションブッシュですね。はい。綺麗なのがまた入荷してるので、もう今からの時期の寄せ植えには欠かせないです。これも多年草で毎年なのでですね。はい。とっても楽しみですね。あ、さっきのケールはですね、ハボタンとともに一年草扱いですね。こっちのクッションブッシュは多年草です。ドドナエアですね。これもオージープランツなんですけど、今寒い時期になるとこんな風に葉っぱがすごい銅色で綺麗な色になってきます。寄せ植えにもいいし、庭植えでシンボルツリーとかにしてもいいですね。オーストラリアでは確か火事の時に種が割れて飛んでっていう、確かそういう木だったと思います。そう、面白いですよね。オーストラリアの植物です。変わり咲きの桜草。桜草はですね、半日陰の場所でよく咲いてくれるんですよ。で、桜草はですね、2年草って言われてて、年をまたいで育つからですね、大体は夏までで終わりです。今から咲き始めて、夏前で終わりですね。
この可愛いお花がですね、次々咲いてくれて、半日陰でも持って夏前まで行ける。すごいです。何ヶ月も持つので、本当に長く楽しめて。で、おまけに半日陰でも行ける華やかなお花。唯一ではないけど、なんか数少ないお花ですね。半日陰でどんどん咲いてくれるお花ってなかなかないじゃないですか。なので、とっても重宝しますね。シクラメンのグリーンティアラとスクリュースターとファンシーフリル。はい、もう今からシクラメンもどんどん入荷するので、いろんな品種が出て楽しみですね。次にシクラメンといったら、じゃん！ブルージュエリーシリーズが来ましたよ、皆さん。紫のシクラメンってなんか本当に高貴な感じがしますよね。もうお気に入りの器にお気に入りの色をすっきりと植えると素敵かなと思います。やっぱりこれもですね、シクラメンなのでもう球根でもちろん毎年ですよ、皆さん。はい、もう何とも言えない紫シリーズ、ブルージュエリーっていうグループのですね、紫系のシクラメン、いろんな品種が入荷しているので、気になる方はぜひ早めにお越しください。で、ちょっと後ろを振り返ると、高橋一生さんのビオラとパンジーがいっぱい来ました。振り返ったらそっちの台車にも金魚草とアリサムと、はい、これも全部高橋さんの苗ですね。シクラメンもですね、一部です。あとはちょっと前の売り場にも出てますけど、はい、この辺の、もうとってもいい土で植えた人にしかわからない、後の埃が全然違うという契約農家さんですね。高橋一生さんの苗が入荷してますよ、今週も。先々週ですかね、私が。違う、先週だ。寄せ植え。ネメシアを使いましたよね。うん、すぐ売り切れてしまってて、次が入荷しました。ネメシアはですね、今の時期もいろんな色が出てるので、やっぱり一度に揃うってことはなかなか難しいんですけど、もういろんな色がですね、入ってます。この辺はベリーストロベリーとかですね、ベリーピンク。で、あとこちらデニムとかですね、ピンクから紫までいろんな色のネメシアがまた次が入荷してるので、はい、この辺も寄せ植えが楽しくなりそうですよね。皆さんもぜひ、ネメシアの寄せ植えも作ってみてください。これはですね、多年草で毎年なんですけど、夏の暑さがやっぱちょっと難しいかな。越しにくいけど、でも一応、性質は多年草です。これがですね、先週も苗でご紹介したんですけど、ヘミジギアですね。ヘミジギアのピンク。これがですね、綺麗な見本鉢と、あと苗がちょっと飛んじゃうけど、こっちに。で、これは先週もお伝えしましたけど、多年草でシソ科の植物なので、霜はちょっと、ダメですね。霜雪を避ければ、でも刺し木もできて、毎年楽しめる多年草ですね。もうこの白い斑入りの葉っぱのコントラストがとっても綺麗ですよね。ピンクのお花とかですね。可愛いのがまた再入荷してます。今からの時期、寄せ植えにもとっても重宝するジャスミン。ジャスミンのミルキーウェイですね。斑入りの葉っぱで、この寄せ植えの時にですね、この枝がですね、どんどん伸びてきて、こうゆらゆら揺れてくれるのがですね、とっても可愛いんですよ。はい、寄せ植えに人気で寒さにも強いジャスミンのミルキーウェイですね。あとはシレネのユニフローラ。株がまだちっちゃいですけど、これはシレネ。ナデシコの仲間なので、モリモリこう茂ってくれて、袋ナデシコって言われてるぐらいなので、可愛い白い袋状のお花も後でついてきます。寄せ植えにしてリーフとしても楽しめるし、後でお花も楽しめる。とっても可愛いシレネのユニフローラですね。冬咲きのクレマチスが来ました。ジングルベル。はい、このそそとした、ゆらゆら下に下がるお花がとっても可愛いですよね。葉っぱももりもり茂ってる。で、このタイプは常緑タイプなので、年中葉っぱがあって、さらにこの今の時期にこのそそとした、下に下がるゆらゆらしたですね、可愛いお花が咲いてくれます。はい、とても綺麗な冬咲きのクレマチスのジングルベルが、はい、来てますね。はい、とても素敵。つぼみもいっぱい出てる。ほら、つぼみもいっぱい。とても可愛い。はい、綺麗なのが入荷してますね。これは姫金魚草って言われてるリナリアなんですけど、これはですね、一年草扱いですね。厳密に言うと二年草で、来年の夏前まで、はい、次々咲いてくれて、寒さにも強くて、もりもり茂ってくれますね。とっても可愛いリナリアが、姫金魚草が初入荷ですね。八重咲きのカルーナがですね、品切れてたのが綺麗なのがまた入荷してるので、普通のカルーナと違ってですね、ちょっと株コンパクトなんですけど、コンパクトでお花がですね、こうボンボン状でちょっと存在感があるのでですね、コンパクトな寄せ植えにもとっても可愛いですね。カルーナはもう寒さにも強いので重宝しますね。ちょっと華やかにポイントに入れるのがとっても可愛い。カルーナの八重咲きが綺麗なのが入荷してます。毎週紹介してますけど、普通のカルーナのですね、ガーデンガールズ。はい、これも綺麗なのがまた再入荷しているので、ぜひ寄せ植えに使ってみてくださいね。皆さん、今からの時期欠かせませんね。ストックですよ。じゃん！揃いました、ストックが。はい、もう香りも良くて、花も次々咲いてくれて、寄せ植えにも花壇にも OK。大人気のストックが、やっと揃ってきました。はい、今週がおすすめかな。いろんな色も
まだつぼみがちょっと硬かったりして色味が分かりにくいのもありますけど、もう今週ストックがたくさん入っているので、ぜひもう待ち構えてましたっていう方はですね、お早めにいらしてください。これもですね、香りが良くて春まで次々咲いてくれて、とっても長持ちするので寄せ植えにも大人気ですね。次にですね、佐藤園芸さんのアントワネットソワレ、ローブドゥアントワネットソワレですね。もう綺麗なシンクのフリフリ、このクリクリ模様がもう本当に可愛いですよね。八重咲きのローブドゥアントワネットソワレがあともう少しあるので、欲しい方はぜひお早めにお問い合わせをください。クレールドリュンヌ、この辺ですね。はい、とってもこのグラデーションが綺麗ですね。今から寒くなるとですね、ブルーのエッジも綺麗に入ってくるので、はい、楽しみですね。あともう少しあります。はい、気になる方はお早めにお問い合わせください。次にですね、ゲブラ長豊さんのミステリアスバニーですね。去年はですね、うちあっという間に売り切れて、もう本当数が少なかったんですけど、この色合いが本当に綺麗ですよね。はい、こちらと、あとはマリアも渋色のマリアちゃんと、あとアマゾネスもありますね。はい、ゲブラ長豊さんの限定品も入荷してます。またもう一回佐藤園芸さんですね、ヌーベルバーグも入荷し始めました。はい、ヌーベルバーグはですね、色幅が本当にあるので、同じものが2個ないんじゃないですかね。本当にすごい、あのいろんな色合いが楽しみなので、ヌーベルバーグもですね入荷してますので、気になる方はぜひお早めにお問い合わせください。今週もですね、盛りだくさんでしたけど、いかがだったでしょうか。もうワクワクするお花がいっぱいですよね。で、私の後ろまでもう今パンジービオラ祭りですね。はい、もう今の時期はしょうがないです。はい、おすすめの品種がたくさんあります。特におすすめは、まあでも全部おすすめなんですけどこのももかちゃんシリーズも綺麗ですし、淡いイエローとかも綺麗だし、これエーゲブルーって言うんですよ。もう本当に深い青でしょ。もうエーゲ界の青、もう深いブルーでエーゲブルー。あとですね、オレンジリップって、このタイプがもうあと本当に春のですね、オレンジ色が綺麗なんですよ。もうとってもおすすめですね。で、あとパンジー、これはももこちゃん、はい、この辺のもう淡いピンクが私もうドハマりしてますなんて言えばいい、もう本当に可愛いももこちゃんですね、大人気の。はい、淡い色とかですね、もう紹介しきれないぐらいたくさんあるんですけど、皆さんもぜひですね、シャンドフルールに来れる方はご来店していただいて、お気に入りの一株をぜひ見つけてみてくださいね。今週もですね、動画を見ていいなと思った方はポチッといいねボタンと、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。シャンドフルールの方に遊びに来て、ビオラパンジーに囲まれてみてください。皆さん来週、あ、違うよ。明日ですね。明日はですね、なんと、ウィッチフォードに寄せ植えをしてみましたよ。来週はですね、あの、ウィッチフォード展示即売会があるので、明日の寄せ植えはウィッチフォードに贅沢に植え込んでみました。ぜひ明日もご覧くださいね。またお会いしましょう。